川崎駅は神奈川県川崎市川崎区駅前本町にある東日本旅客鉄道の駅である。当駅に乗り入れている路線は線路名称上は東海道本線と南部線の2路線で東海道本線は当駅の所属線としており南部線は当駅が起点となっている。東海道本線は現在列車線を走行する東海道線列車と電車線を 走行する京浜東北線電車の2系統が停車し、旅客案内ではそれぞれ別路線として扱っている。現在はこれらの3系統の列車が停車しているが、加えて1980年9月30日までは、東海道線と線路を共用していた横須賀線、電車も停車していた。また、当駅には、KWS の3レターコードが付与されている。当駅は、川崎市内にあるが、 便宜上、特定特使内制度における横浜市内に属している。東海道本線では当駅が横浜市内エリアとしての北限となり、当駅が属する横浜支社管理エリアの東京支社との境界も当駅と蒲田駅の間、東海道本線六号川橋梁の蒲田、川堤防上にある。京浜急行電鉄の本線と大市線が乗り入れている近隣の京急川崎駅とは、 コンコースや地下街によって互いに行き来できる。乗り換えには北改札の利用が便利でおよそ7から9分ほどで可能である。なお、JR 線の京急川崎連絡京急線乗車券と京急線の川崎連絡 JR 線乗車券は発売されていないが、連絡定期券が2008年3月15日から発売されている。 明治34年頃の川崎駅駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成西口島式ホーム3面6線を持つ地上駅で協上駅舎を有しているホーム中央部とコンコースを連絡するエスカレーターエレベーターが設置されているホームの横浜寄りの橋には乗り換え専用の古線橋があるまた 2018年2月17日、北改札を含む北口自由通路が完成した。中央北改札、北改札は JR 東日本ステーションサービスに委託されている。東海道線ホームはかつて横須賀線と共用していたが、1980年10月1日ダイヤ改正時の SM 分離により品、鶴線経由になった。これに伴い、品、 する線に新川崎駅が開業した東海道線ホームは終日立場が配置され、発車メロディ扱いと情報終了合図を行う。東海道線ホームの1.2番線では、坂本9が川崎市の出身であることにちなんで、2016年12月10日から代表曲である上を向いて歩こうに変更された。メロディはスイッチの制作で、編曲は 福島直也が手掛けた。また、南部線ホームの5.6番線では、当時の川崎市立商業高校ビジネス教養科の生徒らによる働きかけによって、2016年4月5日に川崎市下に変更している。京浜東北線ホームの3.4番線では、日本電音製作のメロディを使用している。以前の東海道線ホームは1番線が、日本電音製作の、せせらぎ。 二番線が同じく、春、南部線ホームは5.6番線とも共通で、東洋メディアリンクス政作の、ウォータークラウンであった。中央通路主な駅弁は、下記の通り。川崎市の拠点となる駅の一つであり、ピーク時の1968年度には19万人を、上回る乗車人員を記録したものの、その後1985年度までは、おおむね減少し、 15万人を下回った。1986年度からは再度増加に転じたが、1993年度からは2000年度までは、再び減少傾向となった。2001年度以降は、上昇傾向が続き、2013年度は45年ぶりに、過去最大の乗車人員を更新した。2014年度には、北千住駅、高田の馬場駅を上回るとともに、 初めて乗車人員が20万人を超えた。近年の推移は、下表の通りである。川崎市の古くからの繁華街は、駅東側である。工場跡地のあった、駅西側は2000年代に入って、商業開発が進んだ。川崎市は、北口通路の整備に、資金負担するなどして、JR 駅の北東にある京急川崎駅周辺を、 含めて往来しやすくする再開発を進めている。東口を中心に繁華街が広がりその規模は首都圏有数である。川崎駅、東口バスターミナル駅舎に接続して駅ビルの後で川崎がある。2003年に西武百貨店川崎店、2018年1月14日に丸井川崎店が業績不振でそれぞれ撤退したことにより、 百貨店は、老舗の最下屋のみとなったものの、その他の多くの店舗が出店したほか、新たな商業施設も建設された。駅前には、バスターミナルがあり、川崎市交通局、川崎鶴見臨行バス、京浜急行バス、羽田京急バスなどが、周辺各地への路線バスや高速バスを運行している。バスターミナルの地下には、地下商店街の川崎アゼリアがあり、 バスターミナル、京急川崎駅や近隣の商業施設への連絡通路になっている。アゼリアと川崎モアーズとの連絡通路には設置当時、世界一短かったエスカレーターがある。京急川崎駅は東駅から北東に200メートルほど離れている。バスターミナルの南東部を京急本線の高架線が通過している。東口駅前再整備川崎駅東口現在の 駅前広場は1986年に整備されたが、整備されてから20年以上経過し、施設の老朽化が進んでいた。また、一度はセリアを経由しなければ、バスターミナルにアクセスできないことや、街路樹や地下街の入り口などで視界が遮られるなどの課題が多かった。そこで、川崎市では2007年から有識者や市民で構成する会議で検討を重ね、 2008年3月に具体策をまとめた案では視界を遮っている東口からアゼリアに降りる中央階段の屋根と壁面を透明な素材にするなどして開放的な空間にすることや混雑が激しい階段で上下移動が多くなる島式のバス乗り場を7カ所から2カ所に再編成し横断歩道やエスカレーターエレベーターの整備などバリアフリー化のための整備が進められる また、駅前広場全体でも、エスカレーターやエレベーターを既存の倍に増やすことや、タクシーと一般車の乗降スペースを駅側に整備し、街路樹の景観工夫がされる。この再整備工事は2009年度に着工され、2011年4月に完成した。その他にも、6000台分の駐輪場の整備、北口の開設、西口側とを結ぶ、新たな自由通路の計画もなされている。 北口自由通路2010年1月22日に川崎市と JR 東日本との間で北口自由通路と改札口の新設に関する費用負担や整備概要について合意された。整備費用は200億円で、そのうち後から6割は川崎市の負担。ホーム東京よりの乗り換え子線挙を克服してコンコース化するもので2012年度に着工し、 2018年2月17日に共用を開始した。コンコースの整備のほか、エスカレーター、エレベーター、店舗も整備された。川崎駅、西口北バスターミナル、ラゾーナ広場かつての川崎駅西口は、東芝堀川町工場や明治製菓の工場などが立ち並ぶ工業地域であった。これらの工場撤退後はさらちが広がっていたが、 高年大規模な再開発が行われて風景を一新した。駅北東部の地区は明治政党、明治聖火の跡地が川崎テクノピアとして再開発され、明治聖火工場跡地には1995年4月に大規模オフィスビルのソリッドスクエアが完成している。駅南西側の地区はミューザ川崎として再開発され2004年7月1日に ミューザ川崎シンフォニーホールがオープンし、川崎市の目指す音楽の街の拠点施設となった。西川駅前の地区は2004年に閉鎖された東芝川崎事業所の跡地がラゾーナ川崎として再開発され、商業部分のラゾーナ川崎プラザが2006年9月28日に開業した。郊外型ショッピングセンターの規模、テナント構成でありながら、 ターミナル駅前に立地し、ショッピングセンターとしては、成田国際空港に次ぐ日本2位の売上高を誇る。ビッグカメラやマルゼンなどが、シネマコンプレックスとして、109シネマズが入居し、ファミリー層向けのテナントが充実している。同じく開業した住宅部分のラゾーナ川崎レジデンスは2007年春に入居を開始した。残された、 南西部の区画は2013年3月に業務ゾーンラゾーナ川崎東芝ビルとして東芝グループの新事業拠点となるオフィスビルが完成した。2階には東芝未来科学館が併設されている。この地に東芝があったことを忍ばせる施設として旧正門脇に川崎東芝前郵便局があったが2004年9月24日限りで閉鎖され、 二年後の2006年9月26日に、川崎駅、西口郵便局として再開している。東口より小規模ながら、西口にもバスターミナルがあり、川崎鶴見臨港バス、川崎市交通局、横浜市交通局、東急バスの路線が発着する。ラゾーナ川崎プラザ前には、新たに、川崎駅、西口北バスターミナルが完成し、 東口発着のバス系統が一部、西口北バスターミナル発着に変更された。詳細は、下記参照。駅に隣接して、JR 東日本グループのホテルメッツ川崎がある。2021年1月27日より、駅中シェアオフィス、ステーションワークが利用可能である。2018年5月18日、JR 東日本により、 川崎駅西口開発計画の寄工式が開催された。オフィス高層棟、オフィス低層棟、ホテル棟の3棟を建設。ホテルは2020年春、全体完成は2021年春を予定。2020年3月26日、JR 東日本横浜支社は、川崎駅西口開発計画の外区名称を、この地位が多摩川の三角にあったことから、 川崎デルタに決定したとし、JR 川崎タワーオフィス棟、商業棟とホテルメトロポリタン川崎歩行者デッキ上の中央広場デルタプラザによる構成とすることを発表した。なお、ホテルメトロポリタン川崎は2020年5月18日に開業し、全面供用は2021年4月が予定されている。 2021年1月22日に JR 東日本横浜支社 JR 東日本ビルディング JR 東日本スポーツが JR 川崎タワーの商業棟を順次開業させ川崎駅西口開発計画川崎デルタがグランドオープンすることを発表した JR 川崎タワーの商業棟のうち2階が2021年5月13日3から5階が 同月19日の開業が予定されている。2階には、カフェ、レストラン、保育園など、3から5階には、ゼクサーフィットネススパ24川崎が、併設される予定である。なお、歩行者デッキ、JR 川崎タワーのオフィス棟は2021年4月、オフィス棟内に併設される、ステーションコンファレンス川崎は、同年6月1日の開業が予定されている。 川崎駅西口の再開発地区工術の西口北バスターミナル新設に伴い、東口から発着していた路線の一部が西口北バスターミナルに移転するとともに、一部乗り場にはバスが発着しなくなっている。2008年12月15日から川崎市交通局の川74系統が日中に限り東口から再び発着するようになった。前日の通り、 バス乗り場は改良工事により、2009年10月19日から北側、2010年2月15日から南側の乗り場を一時移設していたが、同年6月8日に完了して、現在の乗り場形態となり、横浜側が海島、東京側が空島となった。これにより、駅から横断歩道を通ってアクセスすることもできるようになった。ほか、新たに、 川崎やゼリア地下街から、バス乗り場に直結するエレベーターも新設された。高速バス乗り場を除き、同じバスターミナル内のバス停であるが、事業者によって名称が異なっており、川崎市交通局、日東交通、小湊鉄道は、川崎駅、川崎鶴見臨行バス、京浜急行バスは、川崎駅前を使用する。海島区島駅前通りがわらちったで、名前。 川崎駅北口通路が共用開始となった2018年2月17日以降案内状は川崎駅北口西乗り場の表記となっている。2018年4月1日からネーミングライツにより停留所名が川崎駅ラゾーナ広場となった。注釈出店報道発表資料新聞記事ありがとうございます。